します。出血がすごいんです。救急車お願いします。作業高台から落ちて、作業員が大変です。救急車お願いします。不明です。救急車お願いします。え？はい。今、所長に伺います。所長、大変です。もしもし、松原です。文建設の石井です。うちの藤田が2階の開口部から落ちまして、頭から胸を打ったようで、意識不明です。あ、息はしてます。ああ、そうか。で、救急車は呼んだのか？はい。局長は、まず、現場事務所への連絡を取りましょう。落ちた開口部はそのままだな。はい。その2階の開口部の周辺をそのまま立ち入り禁止にし、保存するように。それから、1階の墜落現場も立ち入り禁止にしてくれ。はい、わかりました。災害の目撃者か、第一発見者はいるのか？はい、山崎と伊藤が見てました。現場に行ってもらうように。はい。それから二次災害が起きる可能性は？今のところその心配はありません。わかった。私もすぐに行く。ああ、2階で墜落災害が起きた。すぐに行こう。はい、わかりました。新井さん、私は内川君と現場に行ってくる。わかりました。高井君は安全環境部、警察、監督署、発注者に連絡を入れてくれ。それから救急車を現場入り口から被災者のいるところまで誘導するものを配置してくれ。はい。現場ではできる限り作業所長が中心となって対応しましょう。冷静沈着に状況を把握し、役割分担を決めてから全体の指揮を取りましょう。連絡を入れ、誘導者を配置したら現場に来てくれ。救急車に乗って付き添いとして行ってほしい。はい、わかりました。最高。藤田、藤田、出血がひどいな。大丈夫か？意識がありません。息はしてるな。はい、息はあります。もう救急車が来るな。はい、間もなく来るかと思います。それまで体を動かした。はい、わかりました。藤田君の会社と家族に連絡。立ち入り禁止にした現場の写真撮影や概略図を作成し、目撃者など関係者から事情を聞いておきます。警察による事情聴取、現場検証は主に刑法211条の業務上過失致死傷の有無を中心に行われます。観測所の現場検証は、主に労働安全衛生法違反の有無を中心に行われます。それではこれから、墜落災害再発防止検討会を開きたいと思います。迅速で適切な対処が求められます。
ー